度よろしくお願いします。こんにちは、ガチ恋ポンポコちゃん、よろしくお願いします。早速だけど、今日はどんなイメージとかありますか？今日はイメージバッチリ固めてきましたのでお伝えしまちゅね。私がまずテニチューブで学園もので2人のイケメンに言い寄られてる設定でお願いします。あー、いいですね。はいはいはい、設定じゃないんですけどね、いつも言い寄られてるんですけど。じゃあ持ってるからね。男の子ってどんなイメージがいいとかありますか？一人は金髪でお願いします。あ、金髪でほうほう、やんちゃ系、真逆の爽やかクール系でお願いします。あー、いいですね。なるほど、 OK です。ちなみに北宮チェンチェンの好きなタイプは何ですか？王子様系です。最高じゃん、最高。ついに完成したわ。おい、何してるよお前。何？何じゃないよ、暴走がすぎる。なんか巻き込み始めてるって。少女漫画家の北宮亜美ちぇんちぇんにお願いしてガチ恋ポンポコ少女漫画化しました。あー、これは夏前から始まった超大なプロジェクトでした。目的は何だお前。まず最初に感謝を。甲賀流さん返せ、甲賀流さん帰ってきてくれ。どんどんじゃないよ。最初に少女漫画ができるまでお見せしたいと思います。少女漫画だ。アミチェンチェがね、食いたんでちゅ。アミチェンチェ、こちらですね、まず最初にネームというものができます。すごっ、感動しちゃってさ、もうこれもう最初見たらもうネームの段階でもうポロリでちゅ。泣いちゃってたんですか、ガチ恋さん。あたちがそのまま描かれてるなって。どこがだよ、どこがなんだよ。創作でしかないだろ。そのもので。続いてワクチェンと吹き出しが作られていますね。あ、すごい漫画だ本当に、ね、はい、リアクションうざいな。で、なんと天狗が入るわけですね。あ、レオキュン、レオキュン、レオくん、レオキュンね。すごいすごい、顔近いんだよね、レオくん。ガチ恋さんが描かれてるけど、うん、なんだか、ギャボス。いや、もう、ね、独特の擬音、ジョジョみたいな擬音じゃん。あたちがそのまま、あ、ジョジョ立ちしてる。で、これにトーンが貼られます。あー、すごい、もう一気に少女漫画よ。一気に少女漫画、少女漫画な、読みたくなる。トーン見てるだけで少女漫画読みたくなる。相手誰なの。もう、やりたいことやってんな。創作でしかないだろ。実話なわけないだろ、これが。で、最後、仕上げですね、こんな感じで。あー、すごい、すごいよね。めっちゃ漫画だ。マジすごい。それがね、3、40ページあるんですよ。3、40ページも超大ですよ、ほんと超大なプロジェクト。壮大な。それではガチ恋ポンポコオフィシャル少女漫画恋っちっている、こちらの映像をご覧ください。どうぞ。映像、みんな恋っちてる。マジで？休みに俺とカフェでも抜け駆けさせるかよ。二人とも限界激化成仏なちゃい。無理するなよ。絶対俺が勝つ。ちっちゃい趣味な女。恋ちて言う、大好評ガチ恋中。何にも泣けないだろ、やりたい放題やってんなお前。私はもう感無量、今日で一旦いいよ。何かだよお前。今日で私一旦チャクラ伏せつけられていいよ。チャクラ伏せつけられる。こちらの映像は米眉毛全然にて
制作出上がった。いやすごい、本当にありそうなことじゃんこれ漫画。映像いつもありがとうございます。声もやばいでしょ。声やばいだろ。声はなんとですね、 VTuber の暇直堂のお二人にお願いしました。急に暇食堂な。そうです、すごいじゃん。りょうくん役が同じ髪色の牧田ひまろくん、ゆずる先輩役はたまたもう髪型もそっくりですね、秋山れんたろうくんにお願いしました。れんたろうくん暇食堂ありがとう。本当に牛丼でも本当に感謝だね。暇食堂のあのガチでに殺されるよ本当に。やめてやめて、職権乱用だよあなた。やめてやめて、職乱じゃない、やめてください。すごいことしてるからね。どん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 みんな地獄で、もうあたちでいいのかなって主人公は。お前自分でやっときながら。でも北宮亜美先生が、北宮亜美先生がねちょっとノリノリだったんじゃない、これなんかもうすごいノリノリで筆が走ってるわ。走ってる走ってる。これどこで読めるんじゃいってことでしょ。はい、気になるでしょ。はい、この動画の公開と同時にツイッターで全編が公開されます。おい、なんなんだなんだその最近のネット漫画みたいな。バズるかもしんねえよ。ちょ、ほんとアニメ化まで行きそうな勢いだよ。行かない行かない、行きません。これ半分って言うんですかね。本でも欲しいって方。ああ、物としてね。そうです、欲しい方。あのガチ恋ポンポコの気候、あたちの気候が入った1ページがついたりね、はい、その本実物、これが500円でブーツで買えます。ああなるほど、僕も読みましたよこれ。あ、読みました。読んで叩きつけたわ床に。胸クソ漫画。あんちゃ、なんてこと言うの。胸クソ漫画だから。闇木牛島くんみたいな胸クソ漫画パン。だって胸クソ漫画って言ってもね、北村ちゃんって喜んでたから。あ、喜んでた。うれちいって、どういうこと。私と同じだからもう手取り合ってうれちいだよね、北村ちゃんちだ。いないないない。明日でガチ恋ウィークが終わっちゃうんですけど。あ、ガチ恋ウィーク、あ、やっとですか。中日最中日です。あ、どう心境は。限界。おい、限界なの。明日は8時に上がりますので。ああ、なんかもう今日の声でもすごいチャージ。私やりたい放題チャージもあって、ちょっとやりたい放題してるよ。幸せなんですけども、はい、明日もチャラにやりたい放題チャージするんで、ぜひ明日8時のラストフィナーレお見届けください。なんかさ、この5日間パレードみたいなんだ。パレードそんなつもりはないですよ。ふーって感じ。そんなことはないですよ。お世話になりました、北見亜美ちゃん。ちえこめまゆがちゃん、暇直堂のお二人、ゆなちゃんのツイッターフォロー、やチャンネル登録などぜひともお願いします。お願いします。ちょっと早く甲賀流さん、ちょっと早く帰ってきてください。どん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 。あ、届いてる。声が届いてる。どんどんちょろちょろチャクラが切れてきたわね。あ、なるほど。助けて、ほんま助けて。あ、おお、そんな感じなの甲賀流さん。甲賀流さん、そんな関西弁でしたっけ。あいちゃん、元気を見てくれてありがとうね。また会うつと。あー、甲賀流さんのこと混ざってる混ざってる。